マーティン・スコセッシの知られざる傑作をご紹介します。マーティン・スコセッシは現在の76歳まで25本の長編映画を作っています。どの映画もエネルギーと独創性があります。名人を超えて巨人としか言いようがありません。この動画ではマーティン・スコセッシの作品を考えてみます。すでに2つのビデオを作っています。1つはスコセッシのテーマとスタイルについて、もう1つはネットフリックスでご覧になれるマーティン・スコセッシの映画の紹介と感想を話しています。下のリンクをご覧ください。スコセッシの作品群を見てみますと、作品がかなりのジャンルにわたっているのがわかります。おなじみのマフィア、ギャングもの、宗教もの、歴史もの、他にサイコサスペンス、インディー、アート系、女性もの、ミュージカル、子ども向けと多岐にわたっています。ジャンル別にお話しますが、まず初期の作品を紹介したいと思います。スコセッシがタクシードライバー以前20代で作った4本の映画はあまり知られていませんが、もうすでに素晴らしいです。すでに特徴とスタイルが出ています。まずこの4つの初期の作品でスコセッシが何を学んでいるか見てみたいと思います。長編大作、1967年、ドアをノックするのは誰？25歳の学生の時の作品です。ここでいろいろ新しいことを試しています。私早送りにしていますが、実際はスローモーションの長いシーンです。大学の卒業課題です。教授から評価されなくてスコセッシはがっかりしたそうです。ハービー・カーテルがチンピラ仲間とブラブラ過ごす様子をドキュメンタリー風に見せます。ヌーベルバーグ風でドラマ、サスペンスがないです。しかしすでに映像的新しさがありますし、音楽はロックを使っていてドアーズが流れています。同じ曲を後スコセッシの友人フランシス・コプラが地獄の黙示録で使っています。それとすでに主人公が現実から少しずれていて固定観念、妄想に取り憑かれています。カトリックで信心深く、女性は彼にとって売春婦か処女か2種類しかいません。フィアンセが過去暴行された事実を告白すると、彼はフィアンセを売春婦呼ばわりします。1970年、明日に処刑を。この映画にはありすぎるぐらいドラマとサスペンスがあります。スピーディーで若さにあふれています。ここですでにご自分のスタイルを見出しています。容赦しない暴力、血、宗教、不条理があります。人物も複雑で興味を沸かせます。アーサー・ペンの俺たちに遊ばないのような女性模倣者が主人公です。演じるバーバラ・ハーシーが魅力的でした。1930年代の南部、労働組合の指導者や黒人ギャンブラーと巻き込んで盗みをしながら逃げ回ります。青春群像が鮮やかでした。当時は俺たちに遊ばないと似た設定のせいかあまり評価されていませんが、これはこれで独創的だし傑作だと思います。1973年、ミーンストリート。ご自分のルーツに戻ってニューヨークイタリア人街での青春物語です。ドアをノックするのは誰からの進歩でドラマとサスペンスがあります。ハービー・カイテル演じる友達思いの若者は悪友ロバート・デ・ニーロを見捨てられません。
気楽な若者の日常が犯罪すれすれでヒヤヒヤしますが、やはりやばい状況になります。ロバート・デ・ニーロはすでに愛嬌と狂気を兼ね備えています。1974年、アリスの恋。これは女性をテーマにしたドラマです。もうドラマ作りが完成しています。巨匠が作ったような映画です。かなりきちんと過去の映画を勉強したのでしょう。それと同時に新しいのは、家庭の主婦の抑圧された複雑な状況がうまく描かれています。先生的なご主人に抑圧されているのですが、世間も自分もそれが当たり前で我慢するのが普通になっているのを描いています。そういう普通の主婦の独立がお話です。女性が実にリアルで現実的で、女性同士の本物の友情があります。これほど女性を撮れる男性監督は少ないのでないでしょうか。あとリドリー・スコットぐらいしかパッと浮かばないです。スコセッシーが女性映画をもっと撮らなかったのは残念です。多分女性映画はヒットしないからでしょう。このピアノバーでのカメラの動きが綺麗なので、しばらく見てみましょう。この20代の4つの作品でスコセッシはすでに完成しています。もうすでに名人です。20代でこれだけのレベルの作品を作れた監督はそういないでしょう。次のタクシードライバーで一つ上のレベルに行きます。もう芸術というか、まれに見る映画の奇跡です。脚本家ポール・シュレイダーとの出会いが効いたのでしょう。ジャンル別にお話しします。一番多いのがスコセッシのお家芸ギャングもの、7つあります。ドアノックするのは誰、ミンストリート、グッドフェローズ、カジノ、ギャング・オブ・ニューヨーク、デパーティット、アイリッシュマン。どの映画も主人公は上り詰め転落します。上昇と落下があります。そして最後はちょっとした救済、贖罪、贖いがあります。スコセッシはクリスチャンですが、イエス・キリストがそういう基軸を取りました。信者が増え上昇しますが、処刑され転落し、その後人類の贖罪と救済のシンボルになります。カジノではまさしく地獄に落ちるイメージが出てきます。宗教映画が3つあります。最後の誘惑、訓導、沈黙、サイレンス。カトリックの神父になりたかったスコセッシにとって、宗教は一生を通じてのテーマです。イエス・キリストの最後の誘惑はカトリック教会を怒らせて上映反対運動が起きました。聖書に忠実ではなく悩めるイエスは、一度は人間として幸福な一生を送る夢を見ます。こういうふうに、ここでもイエス・キリストでさえスコセッシの仮想現実、妄想に生きる人です。スコセッシはこの映画最後の誘惑に固執していました。ニューヨーク、ニューヨークの興行的失敗の後、最後の誘惑を最後の作品にして映画界を引退したかったのですが、この映画にはスポンサーがつきませんでした。ロバート・デ・ニーロにキリスト役を申し出たら断られ、反対にデ・ニーロからキング・オブ・コメディを売り込まれたというエピソードがあります。
いくつかヒット作を作った後、10年後にやっと最後の誘惑を実現しました。ダライラマを描いたクンドンは制作中から中国、その結果アメリカの政治家に弾劾されていたのですが、スコセッシは撮影をやめませんでした。中国で上映禁止になり、配給会社のディズニーも宣伝を一切しませんでした。スコセッシはなぜか宗教映画に固執します。比較的最近、アイリッシュマンの一作前に作った沈黙、サイレンスも宗教の意味を問うています。スコセッシは遠藤周作原作のこの映画を撮りたかったと言っています。ハリウッドの描く日本には時代背景細部に違和感を抱くのですが、この映画の日本には納得させられました。納得したハリウッド映画はスコセッシーとクリント・イーストウッドの硫黄島からの手紙ぐらいでしょうか。スコセッシーは古い映画のフィルムを保存する運動を起こしています。保存して映画の歴史を忘れないようにするためです。こういうふうにスコセッシーは歴史に興味があります。歴史的世界観、歴史的視点を持っています。歴史映画として19世紀終わりのニューヨークの上流社会を描いた Age of Innocence、 同じ時代のニューヨークの仮想階級の物語 Gang of New York、 20世紀初頭の石油王ハワード・ヒューズの伝記 Aviator、 その後子供向け映画の体裁をとって、実はそうではないヒューゴの不思議な発明があります。これは映画初期のパイオニア、マリー・ジョージ・ジャン・メリエに捧げる映画です。アイリッシュマンに至ってはアメリカの近代史です。マフィアと政治家と労働組合の関係を暴露しています。アイリッシュマンでスコセッシーは人の記憶と同じように歴史も忘れ去られると言っています。スコセッシの映画はどれもサスペンスがあり、主人公がちょっと狂っていてサイコサスペンス的要素がありますが、特にサイコスリラーの分野に入る可能性のある作品を4つ紹介します。アフターアワーズ、ケープフィア、救命士、シャターアイランドです。アフターアワーズ、When anything can happen。アフターアワーズはスコセッシーが意図してインディー系、アート系に戻った作品です。ブラックコメディーとも取れます。カフカの城のように主人公がニューヨークの夜をさまよい家に帰ろうとするのですが、不条理な事件に次から次に遭遇し帰れません。全ての状況がつながっていくのがカフカの城と違います。ケープフィアはニック・ノルテ演じる弁護士とロバート・デ・ニーロ演じるサイコパスの犯罪者がサイコゲームのような死闘を繰り返します。ホラー映画とも言えます。さすが映画の名人、ユニークなサイコホラーも軽く作ってしまいます。救命士もニコラス・ケイジ主演のかなり風変わりなインディー系映画です。この救命士は死人が見えます。ブラックコメディでもあります。このニューヨークの研究病棟のカオスを見てると、普段からこうだとすると今の状況を空想して怖くなります。ニコラス・ケイジが心理的に追い詰められていきます。ロマンスがあり、犯罪があり、ホラー、サイコサスペンスもあり、タクシードライバー的ノワールな夢のような感覚があります。しかしニコラス・ケイジはいい人で、最後は感動します。スコセッシーはミュージカルも撮っています。ロバート・デ・ニーロとライザ・ミネリでニューヨーク、ニューヨーク、スタイリッシュなミュージカルです。子供向けにヒューゴの不思議な発明を撮っています。これは大人もかなり楽しめる映画です。
3D で初めて撮ってビジュアルに凝っていて夢と魔法があります。スコセッシの映画愛が止まることを知らず大幅に予算をオーバーした映画です。映画の発明者のお話で素敵な映画です。スコセッシはロマンチックな映画を撮りたかったと言っていますが、最高にロマンチックな映画を作っています。エイジオブイノセンスです。これは普通のロマンティックではなく究極のロマンティシズムを実現しました。ミッシェル・ファイファーとダニエル・デイ・ルイスが何とも言えず美しいです。スコセッシはギャングものが一番多いですが、本当は他のジャンルももっと撮りたかったのでないでしょうか。スコセッシの大傑作タクシードライバーキングオブコメディレイジングブルはキャラクタードラマと言われています。これは私のベスト10でお話ししたいと思います。ざっとですが作品を見てきました。どの作品も素晴らしいです。詳しくレビューしたくなる作品ばっかりです。For the Departed, Marty Scorsese. For Letters from Iwo Jima, Clint Eastwood.Spread out. And the Oscar goes to Martin Scorsese. King of Comedy の後、最後の誘惑がキャンセルされ、スコセッシは映画界が変わっていくのを痛感しています。それでも今日まで存在し続けているのはやはり巨人です。この後いよいよマーティン・スコセッシのベスト10のビデオを作りたいと思います。皆様のお好きな映画も教えてください。この時点で監督賞に6回ノミネートされて初めての受賞なので自重しています。この後3回ノミネートされています。Of being presented by my old friends. We go back 37 years. I'm so moved. I... 公開日の前日の毎週木曜日に新作をレビューしています。レビューしてない新作もツイッターでコメントしています。不定期動画もあります。登録どうぞよろしくお願いします。